ちょうどいいところに来た。ちょっと頼まれてくれんか。今日トモコ君は昼から来る予定なんだが、経理のことで至急やってもらわんといかんことができたんだよ。すまんが呼んできてくれんか。何度もしたんだが話し中なんだよ。インターネットでもやっとるんだろ。近くだから頼むよ。はい。ちょっと待ってね。そうよ。ともちゃんに用なんでしょ。ちょっと待っててね。ともちゃん今お風呂だから。はあ、いいお風呂だった。なんであんたがここにいんのよ。話なんか出しちゃってやらしいわね。はい、どうぞ。お姉ちゃん、いいわよこんなやつにコーヒー出さなくて。そうよ。失礼ね、正真正銘の姉妹よ。ミレイよ。あんたね、いい加減にしなさいよ。一体何しに来たのよ。あ、そう。じゃあ行かなくちゃね。あんたも来んのよ。まさか。あの部屋はお姉ちゃんが借りてるの。私は居候よ。お姉ちゃんモデルなの。結構売れっ子だから収入いいのよ。そうよ、実家は北海道なの。ケンちゃんは一人暮らし？ご両親は？え、あ、そうなの。ごめんなさい、変なこと聞いちゃって。本当に何とも思ってないの？じゃあさ、ちょっと聞いてもいい？お父さんが亡くなった後さ、親戚の家をたらい回しにされたりしたわけ。なんかドラマみたいでさ、興味あるわ。ねえねえ、いいでしょ、もったいぶらないで教えてよ。でも小さかったからいろいろと大変だったでしょ。やめてください。
て。いいじゃねえか、俺たちと遊ぼうぜ。お姉ちゃん、おっぱい大きいね。女の子が絡まれてるわ。ケンちゃん、助けてあげて。何やってんのよ、そんなんじゃ間に合わないでしょ。もういいわ、ケンちゃんには頼まない。ちょっとあんたたち、やめなさいよ、嫌がってるでしょ。なんだ、あんたが代わりに遊んでくれるってのかい。冗談じゃないわよ、私バカとゴキブリは大嫌いなの。なんだとこの甘。キャー、ケンちゃん出番よ。てめえが俺たちの相手をしてくれんのか。なんだとこの野郎、もう一遍言ってみろ。なに、てめえ、ぶっ殺してやる。探せ。俺たちは学校退学になってんだよ。俺は一人っ子だ。見て。ハイトンか。もう我慢ならねえ、このふかし野郎。そんな手に引っかかるかよ。呼べ。おい、ちょっと待て。ありがとうございます。なんてお礼を言っていいのか。こんなことしてる場合じゃないわ、行くわよ。あ、お名前を。ケンちゃんって強いのね。私もっと見せてもらいたいものがあるわ。広末のパンツ。
Thank you.